こんにちは。多摩シネマフォーラム実行委員がお届けする多摩シネマ通信オンラジオ始まりました。本日お届けするのはこちらの実行委員です。ひなかです。ラムです。フンです。そして司会の舞茸です。よろしくお願いします。現在、多摩シネマフォーラムでは一緒に映画祭の企画運営活動を行ってくれる実行委員を募集しています。そこで本日は昨年に新加入したメンバーと 映画祭実行委員を始めたきっかけや1年間やってみた感想などをトークしていきたいと思いますまずはじめに実際に多摩映画フォーラムの実行委員をやっているのはどんな人たちなのかということで皆さんの簡単なプロフィールをちょっと聞いていきたいと思いますそれではまずきなこさん簡単にプロフィールをいいでしょうかはい。市ずっと育て,てきた大学生です。はいありがとうございます 続いて、えー、ラムさんお願いします。はい、多摩市のお隣の稲城市に住んでいます。会社員です。よろしくお願いします。はい、続いてノンさんお願いします。はい、私は神奈川県の鎌倉市というところから1時間ぐらい多摩までかかるんですけど、そこに住んでます。えっと今は大学生です。お願いします。 はいいありがとうございます、まあ、本当にあの地元の多摩に住んでいる人からちょっと遠方からですね映画祭に参加したいっていう人までで大学生から会社員あとはまあシニア世代の方とかまでですね本当に幅広い人が参加している多摩シネマフォーラムになりますでは続いて皆さんが実行委員を始めたきっかけなんですけど、えっと、ちょっとそれを聞いていきましょうか えー、まずきなこさんは、えー、どんなきっかけで実行委員始められましたか、はい、コロナウイルスで人と関わる機会がなくなってしまってがもうちょっと人と話したりしてみたいなと思ったので地元でボランティアを探していたのがきっかけでありましたなるほどきなこさんって今大学何年生でしたっけ今大学2年生で次3年生になりますそっかじゃあちょうど去年は 一年生だったってことですか大学はい一年生じゃあ本当に大学入学したけどコロナでなかなか動けずみたいなそういう状況の中でっていう感じだったんですねはい多摩シネマフォーラムのことはもともと知ってましたかえっとずっと多摩に住んでいたので駅でチラシを配っている方を見かけたりだとかして、うん、知ってはいたんですけど行ったことはなくて でも気になっていたので、実行委員で参加できて、どうも嬉しいですあ。ありがとうございます。<laughs> 続いて、ラムさんは実行委員、はい、どのっかけで始められたんでしょうか。はい、私は、あの、前の年に映画祭の受賞式を見に行って。すごく感動して、結構、皆さんもすごい周り、笑顔のお客さんとか、すごくいっぱいいて。あ私もちょっと、見る側じゃなくて、来年は。 開催する裏側の方から、ちょっとやってみたいなと思って、ちょっとそれで参加をさせてもらおうかなと思って応募しました。ありがとうございます。実際に受賞式、来場してた時と裏側に。うん、なんかギャップというか、発見みたいなことってありましたか。私、最初は、もう、あの、そういう。プロの人たちがやってる受賞式だと思っていたので。あ、すごいなと思ってて、で、その時もらった、募集してますっていうチラシを見て。 市民の人たち中心にやってるんだと思って、じゃあ私でも参加できるのかなとか思ってで、参加をしたんですけど、やっぱりあのコロナの関係で、最初は全然皆さんとお会いすることができず、もうリモート、実行委員会もリモートだったりとか、お顔も全然わからなくて、やっぱりちょっとだんだん最初は不安になっていったんですけれども、実際、映画賞の期間になって、皆さんとお顔を合わせるようになって、いろんな方とも知り合いになれて、 すごい皆さんが生き生きしてやられてるのを見て皆さんもすごい映画を愛してるんだなってすごく私の愛情はまだまだ足りないなと思いました <laughs> ありがとうございますじゃあ続いてのんさんはどんなきっかけで映画祭実行員始められたんでしょうか私はもともと映画見るのが好きでそれで映画に関わる活動というかしたいなと思った時にこうインターネットで調べたら多摩の映画祭で。 こう、実行委員をボランティアで募集してるっていうのを見て、説明会に申し込みました。でも今、お住まいが鎌倉っていうやっぱり多摩に来るのはちょっと遠いですよね。そうですね。でもまあ、一応大学も遠いので、そんなに変わらないというか。はい。今年はやっぱりコロナ禍だったので、実行委員会の各週の日曜日に多摩市の長山でやっている会議も。 結構オンライン開催とかが多かったので、うん、そういう意味ではちょっと遠方から来てる人でも、まあ、参加やしやすいような形にだんだんなってきてるかなというふうには思いますねでは続いて実際そういったきっかけで皆映画祭の実行委員始めてみて今年の映画祭第31回多摩シネマフォーラムにスタッフとして参加してみて印象的なエピソードとかやってみた感想をちょっと聞いてみたいと思いますじゃあまずきなこさんは 今回映画祭でどんなポジションでやった活動が印象的でしたか一番印象的だったのが映写室の中に入ってそこから映画を見たことが印象的でした、まあ、なかなか映写室って映画館のアルバイトとかしてない限り入れないところですからねですよね映写室から映画だけじゃなくて観客の人も見えるのでリアクションだったりを上から見ながら映画を見れるのが。 とても楽しかったです確かに自分たちがスタッフとして運営している映画祭それで楽しんでくれている人たちを見れるっていうのはすごくスタッフならではの醍醐味っていう感じですよねはいきなこさんは結構今年は PR チームといって映画祭の PR をする仕事のチームの中でも大活躍だったかと思いますどんな仕事をやってましたかはいに公式の SNS を更新したり、うん ました公式の SNS、普段映画祭の実際の当日の会場の様子とかを撮って、投稿しててたっていう感じですかね、はい、映画祭期間に大挨拶の様子なんかを、えっと、写真を撮って、リアルタイムにツイッターに更新するいうのを, <laughs> をやってましたうーんそれの結構、やりがいとかどうでしたか そのツイートを見た方がいリツイートしてくださったりいいねをしてくださったりして直接感想をいただいたり自分が撮った写真をセ演者の方がツイートしてくれたりしてたのでここですごいやりがいを感じました。うんいいですねそれも本当に実際にスタッフとして参加するならではの体験という感じですね。はい、じゃ続いて、えー、ラムさんは。 今年の映画祭で、えー、印象的だったことって何かありますでしょうか、はいえー、といくつか担当した中で、やっぱり一番自分で印象的だったのは、影穴ということをやったんですけれども、最初、影穴っていうのが何か分からなくて、よくよく聞いてみるとあの、舞台袖で映画が始まる前にアナウンスをするというお仕事だったんですけれども、舞台袖に行くっていうことも、普段そんななかなかありませんし、 よく自分がミュージカルとか見に行った時に、始まる前にアナウンスが入るんですけど、ああ,あいうことと同じことをやるんだとか思って、ちょっと緊張したりとかしたんですけれども、やってみたらちょっと楽しくって、あまた機会があればやってみたいなと思いましたそうですね結構、影穴は割と新人さん一番やるポジションというか、任されが <laughs> <laughs> あの影穴やってみなよって言われて <laughs> やるみたいな感じでやっぱ緊張しますけどな,なかなかこう貴重な経験っていう感じですよね。続いてのんさんは今年の映画祭の活動で印象的だったエピソードとか何かありますでしょうかえっとすごいなんかいろいろあって濃かった期間だなって思ったんですけど、えっと、私は1年目なんですけど 映画賞部会とニューウェーブ部会と PR 部会と3ついきなり部会に入ってしまってでもそれでもすごくいろんなことに挑戦できてやりたいって思うことをすごく年次に関係なくやらせていただけるというかそれが花束みたいな恋をしたの企画のロケ地巡りだったりとかそのトークの司会だったりとかすごいなんか。 いいいろんななことに挑戦できたなってすごい思いましたそうですよね、ノンさんはすごく大活躍されてたなっていう <laughs> 映画賞部会も受賞理由といって、受賞した作品であったり、俳優さんの,、まああの表彰の文章を考えるとかも手を挙げてやってらっしゃったりとかして、本当にもう1年目の方でもやりたいって言って、どんどん手を挙げたら。 できるっていうのが多摩シネマフォーラムのいいところかなっていうふうに私も思います <laughs> では最後に今年1年まあ、やってみて本当にいろいろ初めて体験したこととかもあったと思いますが来年はこういうふうなことをやってみたいこんなふうな参加をしてみたいっていうようなことをちょっと一人ずつ聞いてみたいなと思いますきなこさんはまずどうでしょうかはい、恋に入った時に映画に えっと、全く詳しくない状態だったのであの1年目は直接映画に関わる仕事をすることが少なかったので少なかったんですけど1年活動してみて映画をもっと知りたいと思ったので来年はもう、えっと、ちょっと映画に関わる仕事をし,をしてみたいなと映画賞部会に入ったり入ュ部に入ったり企画チームに参加してみたりしてみたいなって思っています。 じゃあ続いて、ラムさんはどうでしょうか私、っ、えー、としは PR 部会と開放部会だったんですけれども、来年はそれにちょっと映画賞部会の方に私も入ってみたいなと思ってます。あと、特別宗教会の企画も、すぐには参加できないと企画、自分で企画することは難しいと思うんですけれども、企画のチームに2月に入っているので。 そういう回数をどんどん増やしていって最終的には自分でも企画が出せるようになれればいいかなと思いますまだまだちょっと難しいかなと思うんですけどいろんな映画を見て勉強していきたいなと思ってますはいありがとうございますじゃあ最後にのんさん来年やってみたいことなど何かありますでしょうかはいと来年はちょっと就活とかでどのくらい参加できるかっていうのがわからないんですけど今年 その一回経験してちょっと慣れてきたので、えっと、もっといろんな人と多く関わったりしてこういつかこうメインで企画をできたらなって今考えておりますです,、はい、ます。ありがとうございますありがとうございました今シネマフォーラム実行委員会は新しく実行委員会に参加してくださる方を現在募集しています 募集説明会も開催していますので、詳しくは映画祭のホームページや SNS をチェックしてみてください。というわけで本日はここまでで終わりたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。え次回の多摩シネマ通信オンラジオもぜひお楽しみに。さようなら。さようなら。<laughs>